じゃ、秋の8日も1週間も過ぎたんだ。運が味方してくれな。お、日焼けが今日のトレンドですか。まあでもトレンド2つ絡めたっていうのがなかなか取れないんでね。今日は忘れずにロビンのバズり動画も撮っていきましょう。雲のやつがいいかな。動画を公開。まあ、ルーカスマンションの動画だからね。お、4万6000いいねですか。すごい。昨日のトレンドの動画だったのね。ああ、ついでに今日のお仕事は。まず潜在写真をね、ガッチャの宝箱を手に入れよう。きっと露店で販売、あら？持ってるじゃない。渡せばよかった、さっき。で、スーパーブラ、配信、ストライクブラザーズ、数字は、あ、今のうちにルーカスマンションのチェック入れとけば、さっきあげたやつがいいね。ヒーローオブサンダーじゃないし、まあ、ついでに何もらったんだ？あ、タトゥーか。タトゥーってね、あんまり日本に文化にないしね。日焼けは写真も撮ればいいだけで。ルーカスマンジョンのバズり動画ね、多分今上げてるから大丈夫だと思うんだけど。で、エドガのバズり動画の方もちゃんと撮っていこう。スーパーストライクブラザーズか。スーパーストライクブラザーズだってあるっけ？スーパーストライクブラザーズは、メタルカードボックス？わからん。とりあえず、今日はお店やってるし、で、水もやって。これなんか意味合いあるかな？水やる意味合い。その前に、今日この天気で日焼け？って思うけどね。さあ、ということで、さっさと、綿飴と、11時からか。とりあえず話していこう。ドラキュラの人に。ドラキュラかな、この人。ドリアン。休まなくていいの？まあ大丈夫、君みたいに。おしゃべり好きな人の中で、僕には無限のエネルギー源があるんだよ。なんだ。嫌なことだね。どうこうする。あ、家に帰ったらポップコーンあるじゃない、そういえば。ねえ、雲仙、何か食べに来たっていいなら、豆ご飯がおすすめだ。この町で食べられるお米を使った料理の中で一番美味しい。へえ、この人もしかして豆ご飯が好きなの？とりあえず流れるようにみんなと信頼度上げて、スターを表し、豆入りご飯か。ついでに愛で持って持つ。さあ、博士にプレゼントしていこうか。豆入りご飯が好きなの？ありがとう、雲仙。で、ちょっと見てみようか。インスタライフで、豆入りご、ドクター、ん？なんかお米は、そんなにか？ついでに、今の人は、あれ、どこ行った？あったあった。ドリアン。ステーサシングル。みんなシングル？ああ。主人公と結婚しないと、シングルは解除されないのかな？で、セルリアンの好きなものとかも調べたいね。あ、誕生日とかちゃんと覚えておきたいね。で、あら、
あの女の子はやっぱりここには出てこないのか。家に帰らなくてもこのシネマの方行けばいいか。シネマでポップコーン買いましょうか。バターポップコーン、あ、いや、ポップコーンか。博士もポップコーンが好きなのでね。おお、危ない危ない。で、ポップコーンを持ってこれをドリアンに渡していく。僕の家にスペースあると思うけどな。反応がよろしくないね。もう一回話して。休まなくてもいいのかって言われた。よくわからんことだね。で、というこ、あ、話しかけてちょっと体力が減ってるのか。なるほどね。どうしよう。まず地下室の少女に会いに行って。いやいや、こんにちは。寝てるの、ずっと。ガチやわ。あのさ、君がコードを探している女性秘書から聞いたんだけど、でもね、まだお互いのことをよく知らないし、すごく重要なことを君に明かすほど、君のことを信頼してるわけじゃないから。ああ、なるほどね。この人から、写真？地下の地図をもらえばいいの。ありがとう。私の家も綺麗になったことだし、ダンスするスペースが増えたわね。それに余分な宝もついてきたし。話は変わるけど、エドガーの地下室ですごくクールなポスター見てたんだ。それを見たとき君のことを思い出す。君にきっと喜んでもらえると思って。君の自宅に送っておくね。その部屋の雰囲気を変えてくれるよ。カチアのトランクね。で、これも送っておこうか。これ自分に、はい、綿飴。好きだって聞いた。私のお気に入りの一つだね。ありがとうぜ。お、一気にハートが増えた。F で。夜動くのかな、この子は。ああ、そっか。ここに出てきてない、出てきてる。お、大好き。これを毎日持っていけばいいんじゃないかな。いや、いいね。初めて大好きを見つけられたよ。まあ、ということで。どうしようか。日焼けをちょっとさらっとやってから。ここはキャシリーのお家か。さあ、日焼けをやっていきましょう。港の方で。まあ、こんなに曇り空の日に日焼けっていう感じだけど。日焼けできるのか？日焼けは、どこだ？もう日焼けする。で、写真を捉える。っていうか、シートからはみ出てるけどね、体。オッケー、これで、D パッドの方に、で、と、ね、動画撮ればいいんでしょ。K で見て、あ、そういえば、スージーの写真撮ってないわ。やばい。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。